こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、前回リリースした、子育て支援のプログラム、私が販売したやつですけども、あれでね、すごくためになったっていう方がいらっしゃって、この前、メールの方でね、内容がすごく良かったっていうことでお褒めいただいたわけなんですけども、やっぱりこう育児とか保育とか療育って、いきなり起きることって実はあんまりなくって、その子供は発達の段階でですね、みんな同じようなことするんですよ。で、特別なことはね、特別な環境にいない限りしなくって、大体みんな子育て中の人ってのは同じような環境で住んでるんで、同じようないたずらしかしないんですよね。例えばエアコンのリモコンをね、こうやってカカカカッといろいろといじるわけじゃないですか。それってのはほとんどの家にリモコンがあって、そしてエアコンがあるっていう環境があるから起きることなんで、多分ね、ちょっと前にエアコンなんてなかった時代は、扇風機とかうちわしかない時代っていうのは、エアコンのリモコンをね、こうやってちっちゃいお子さんが1歳2歳の子がいじるってことなかったと思うんですよ。だからそうやって紐解いて考えてみると、親から見てね、子供がいたずらするとかね、なんか余計なことするっていうのは、全部親が用意した環境によって行われてることなんですよね。そういうふうに事前に物事の因果の法則を知っておくと、じゃあどうやったらそれが起きないかな、もしくは起きた時にどうすればいいのかな、どういうふうに対処しているとスムーズにことが進むのかなってことが分かってくるわけなんですよね。ですんでね、いわゆる子育ての予習をせずに出産しちゃうと、それこそ後手後手に回っちゃうんで、こんなのね、別に10代でも20代でも、子供が生まれたらどんなことが起きるかなってことを考えたら、もうすでに前例が出ていて対処法もあるんで、実はね、ものすごくね、対処って簡単なんですよ。だから事前にそのことについて自分ごととして興味を持ってるか、まさに自分ごとですからね。で、てんやわんやするっていうのは、そのための事前学習がないというかね、予備知識がないってことなのかなと思います。例えばね、ちょうどね、今ね、2歳前のお子さんをお育ての方からね、こんなことがありますということでね、Facebook に一覧が書いてあるんで、これはなかなか興味深いなと思いました。例えばテーブルとか床、服に食事をこぼすっていうのはね、これあるんですよ。これをしない1歳2歳の子供がいないんですよ。だからそのためにどうすればいいかなってことを考えておくと、例えば食事をするところ常に同じところにしておいて、そこはね、すごく掃除のしやすい環境にしておけば、こぼされたところでどうってことないわけですよ。で、食事をいつもこぼすんですとか言ってね、悲鳴を上げてるお母さんとかね、お父さんいらっしゃると思いますけども、じゃあ10年後もそれやってると思いますか、30年後もそうだと思いますかっていうふうに聞くと、さすがにしてないと思いますと。でしょ。だからしつけたとか何だとか言っても、結局は来年とか再来年にはやらなくなってきてね、あんな時期もあったねと思うんだけども、今それが起きてることだから毎回毎回やるみたいな印象を覚えるけども、いや、そんなに長い間どっちにしてもやってくんないですよってことなんですよね。そう考えていくと少しは冷静になれるのかなと思います。そして納豆を手で掴んじゃってね、ぐにゅってやっちゃうみたいですね。これもあるんですよ。だから食卓に納豆を出さないっていう手はありますよね。で、解凍前の冷凍ほうれん草をつまみ食いということなんですよね。だからまたね、解凍してないやつをね、つまみ食っちゃうわけですけども、つまみ食いさしてみたらいいんですよ。うえーとか言って吐き出しますから、そうやってだんだん懲りていくんですよね、覚えていくんですよね。で、お風呂上がりで全裸でこうやってね、脱走するみたいなこと書いてます。これもみんなやるでしょ。だからお風呂上がりの時には戸をきっちり閉めておくとかね、もしくは脱走してもいいような環境をもともと整えておいてお風呂に連れていくみたいなことがあったりとかね。あとお風呂に入っている時に、お風呂から上がったらこうするんだよってずっと語りかけていくと、だんだんその意味が分かっていく。しかもすごく簡単な言葉じゃなくちゃいけないんですよ。お風呂上がる、水を飲む、で寝るみたいな感じでずっとね、お風呂に入っている時に言っておくと、最初はね、うまくいかないんですけども、だんだんその意味が分かってきて、しかもその言葉自体が教育になりますんで、あ、寝るってこういうことなんだなとかね、水を飲むってこういうことなんだな、だんだん水って単語を覚えていくとかってことになっていくんですよね。はい。それからね、筆箱、ペンケースを開けて中身をばらまかれる、これもあるんで、手の届かないところにペンケースを置かないっていうか、私の場合はペンケースなり小物入れをね、置いとくんですけども、中に一つしか物を入れてないってことになって、ばらまくって言っても一個ポトンと落ちるだけにしとくんですよ。そうすると子供のフラストレーションは抑えれるし、好奇心もちゃんと満たしてあげれるし、片付けも楽みたいな感じでね、そのうちに飽きますから、飽きたらいろんなものを元通りいっぱい詰めておけばいい話なんでね。で、あと袋に入ったせんべいを握りつぶす、これもね、おせんべいをね、
バリバリってやっちゃうんですよ。であれ面白いんですよ、うん、だその気持ちが分かってあげれるか、それとも常識に縛られて大人になってるかどうかってことが分かります。おせんべいを袋の中で握りつぶしたら食べられないでしょっていうふうな、もう常識に入っちゃってるんですよ。でそうじゃなくて、これは握りつぶすのが面白いんだって、これはおせんべいっていうお菓子じゃなくておもちゃなんだっていうふうに子供から見えるってことを分かってあげないといけないんですよね。でかつては自分自身もそうだったはずなんですよ。食べるものとそうじゃないものの区別がつかないから、ああ食べ物をこんなことしちゃってって言っても、それは常識に縛られた、うん、20代とか30代の人の気持ちであるに過ぎないんですよ、うん、ですので、ね、いつの間にか私たちは先入観と固定概念にとらわれて、いわゆる常識人になってしまったんで、常識ってものをこれから育むべき子供たちの気持ちが分かってあげられないんですよね。だって1歳2歳で常識があったりとかね、良識ある行動を取れてると思いますね。だから自分と同じぐらいのことを子供に求めるからダメで、1歳2歳ってそういうことができないんですよ。無防備なんですよ。だからこそ親がどのようにそれを分かりやすく伝えていくかってことが重要なんですよね。はっきり言って親以外にこれやる人いないんですよ。ほっといてだんだん本人が覚えるってことはないですからね。ほっとけばそのまま何も知らないまま3歳4歳になって取り返しがつかなくなるだけなんですよね。次、トイレットペーパーのトイレロールをひたすら巻き取るとかね、これもやりますねだから楽しんで、トイレットペーパーっていうものではなくて、こういった目的を持ったものではなくて、おもちゃなんだと、どうやって楽しんだらいいだろう、これをやったらどうなるんだろうっていうような好奇心なんですよ。だからその好奇心に蓋をするために取り上げてしまって、子供の可能性をその時点で積んでしまうのか、1歳2歳で好奇心の芽を積んでしまって、何をやっても叱られるっていう先入観を子供に与えて、しかもこれは発達障害につながりますからね。でそういうふうにやっていくと、実はね、子供の心に大きな傷を残す、つまりは皆さんの大好きでよく使っているトラウマってやつは誰が与えているのかってことなんですよ。トラウマってのは5歳10歳で湧き上がるもんじゃないんですよね。1歳2歳が最も根深いんですよ。これをずっとね、30になっても40になっても潜在的に持っていってしまうこと、精神的なダメージを与えてしまうのは親の責任なんですよね、うん、だから非常に罪深いと思いますよ。この辺を知らずに子育てをやって、自分の親の気持ちとか都合で子供にね、いろんなものを押し込めてしまうってのは本当に気の毒だと思うんですね。はい、じゃあね、次のレベルになっています。テーブルの上に立って高い場所にあるものを取る、これも当然すると思いますよね。だって背が足りないわけですから。でもそうなると、テーブルの上にある例えばコップとかに熱いお湯が入ってるのも分かんないじゃないですか。でそれを取ってバシャンとこぼしてね、熱いとか言ってね、わめくと、自分で何やったんじゃって親は言うんですけども、そうじゃない、そういう環境を用意したのは誰ですかってことなんですよ。だって子供はね、分かんないわけですよ。コップがあればコップって認識するかって言ったら、これはね、やっぱりこう先入観に縛られた大人の感覚であって、子供はコップってものが分かんなくて、横から見てください、コップを、四角い形に見えるでしょ。上から見たら丸く見えるけども、上から見えないわけですから、四角い箱のように見えるわけですよ。そこに手を伸ばして何だろうって思うのは、これは止められないことであって、そういうふうな好奇心があるってことに喜びを見出さないといけないのに、その好奇心を積む行動を親はするんですよ。だからね、コップを置くのはいいでしょ、でも中に物を入れてない状態っていうのをあらかじめ用意しておいて、自分の飲むコーヒーっていうのはもう冷蔵庫の上とかに、とてつもなく見えもしないようなところに置いておくって工夫が必要です。いちいちそんなことできっかっていう人がいると思いますけども、いや、いちいちじゃなくて、それを10年やれって言われたらきついですよ。でもね、長くて1年ですよ、やって3ヶ月ですよ、そんなもんなんですよ。一瞬ですから、本当、子供が物を覚えて次のステップに進むのは。でもそれをやんないと、3ヶ月で済むものが6ヶ月1年2年かかるわけですよ。だから延々と続くのは誰のせいだってことなんですよ。続かないような環境とか、子供が興味を持って好奇心を持って、それを満たして好奇心を失うように誘導していくってことなんですよね。で、あとコーヒーの入ったカップに麦茶を入れる、まあ、これもだからね、よくあることですよね。こっちの物体をこっちに移しておきたいっていうのを、おもちゃでやってる分にはいいじゃないですか。でもおもちゃと食料品とか別の区別はないですから、それは徐々にこれから作っていくものなんで、それをするのはこれまた誰なんですかってことです。子供が自動的にこれとこれは別物って覚えるかって、そんなことはないですから、誰かがやっぱり教えていかなければ覚えませんし、伝わりやすいように伝えなければ受け取ってもらえません。ですんでね、子供の理解力に期待するっていうのは随分親の身勝手な言い分ですよね。そういうのがないから培わなければいけないっていうのが子育てであり、育児であり、保育であり、療育ですからね。で、ご飯粒まみれのまま抱きつこうとする、まあ、これもありますよね。もう手が汚れた状態で食べ物を掴んだりとか、お父さんお母さんとかにわーいとやってやってくるじゃないですか。常識に縛られてると、そんな汚い手で触んないでってなるんですよ。でも汚い手っていう、その汚いって言葉の意味は分かりませんからね。
何の意味も分かりませんから、じゃあ幼いうちから何か食べ物を食べる前にはね、あ、パパやママが手を拭いてくれるんだっていう習慣をずっとつけておくんですよ。そうするとね、すぐに食べ物にパッといかないわけですよ。手を拭いてくれっていうような表現をするために両手を差し出していきますから、そういうふうになったら閉めたもんですよね。自分でお手洗いできる日も近くに来るってことでございます。そうやって少しずつ1ミリずつ一歩ずつ段階を踏んで誘導していくために子育て期間というのがありますんで、なんかね、神様が何か与えてくれたように何もしてないのにできるようになるとかね、やっぱりこう伝わるまで伝えていくってことをしなければ伝わりませんので、当たり前ですけど、それが1回や2回でできるような振動、神様の子供のようなそんなのがね、奇跡があなたのところから生まれますかって言ったら、やっぱ平凡な子供しか生まれませんので、平凡なね行動をして平凡ないわゆるトラブルを起こすわけですよ。じゃあ平凡な対処法を用意しておけばいいわけでしょ。全部平凡でございます。特別なことは何も起きませんってね。21時頃にお腹が空いたと訴えることがある。これはね、別に子供に限ったことじゃなくて、だよ、20過ぎても30過ぎても夜中にお腹が空くでしょ。だから勝手に冷蔵庫から物出したりとか、テーブルにあるお菓子を食べたりするじゃないですか。自分のことは何とも思わないんですよ。でも夜中に子供がお腹が空いたっていうのは、いわゆるね、肩に押し込めようとして肩にまでにはまっていないところに対して、あー、こんな時間にお腹が空いたなんて困ったわってなるんですけども、だって生物である以上ね、お腹が空いたりとか生理現象ってのは避けられないわけじゃないですか。だからそれを忘れてしまったっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。どっちが常識知らずかってことですよね。子供の方はよっぽど常識的に動いてると思いますよ。で、夜中にお腹が空かないだろうっていう、まあそんな先入観どっから来るのって話ですよ。あなたは夜中に外出して飲みに行ったりね、もしかしたら深夜2時に車を走らせてマクドナルド買いに行ったりすることないんですか。それと同じようなことが小さい子にも起きるわけですよ。もっと言ったら、しっかりと食事を取らせる時間に食事を取らせてない、そのまんま食事時間が終わったから片付けちゃったみたいな感じで、子供の、コンディションっていうのを把握してないからこういうことが起きるんじゃないかなとも言えるわけですよね。で、次ですね。パソコン、スマホ勝手に操作、叩かれたりアプリを消されそうになったり、電話をかけちゃったりとかね。だからこれはダミーのスマホとかをね、用意しておくことでしょうね。そもそもパソコンやスマホがなかった時代ってこんなトラブル起きてないわけですよ。じゃあ誰がその環境を作ったんですかってことなんですよ。パソコンやスマホをなんでいじられるかっていうと、いじれる環境に置いとくからで、それこそね、冷蔵庫の上にスマホを置いといたら子供はね、あることすら気づかないんで、そこに触ることもないわけですよ。まあ、もしくは、まあ自分がね、スマホやパソコンを持ってるとしてね、じゃあ子供用のパソコンやスマホに似たようなおもちゃを与えておけばそういうことになんないでしょってこととかね、いろいろとこうやってない工夫っていうのは多分あるんでしょうね。これがあったらこうするぞっていうのもすでにパターンなんで、もう子育てに関するトラブルでこれは聞いたことのないなっていうのは実は聞いたことなくって、全部がどの家庭でも当たり前のように起きることで、それは別に10代のねうちから知ることもできるわけですよ。それこそ結婚や出産をする前から全部知ることができて、その間に頭に入れておけば慌てることもないのかなと思います。未知の現象っていうのは起きないんでね、所詮1歳や2歳の子供の世界で起きることじゃないですか。なんかね、車のエンジンかけて勝手に走り出しましたみたいな子供がいたら、あ、見てもらいたいですよ。それはそういうトラブルって起きないでしょ。車にドンと子供乗せたところで、じゃあキー回して発進するかって発進しないし、アクセルやブレーキ踏むかって踏まないわけですよ。だからそういうふうに考えていって、起きうることってのはそれを用意したから、もしくはそれに気づいてないからっていうふうな監督者、管理者、保護者の責任だってことをまず立ち返らないと、子供は勝手にやったわけではないんですよ。やらせる環境を取ってるってことなんですね、それはね。はい、それでボディクリームを大量に塗るっていうのも書いてますね。ボディクリームね、それあればやりますよね。しかもお父さんお母さんがぬちゃぬちゃ塗ってるの見てますから、真似したくなるわけですよ。だからこれもね、ボディクリームとか化粧水とか届くようなところに置かないっていうのはポイントでしょうね。なんか箱に入れておくとかね、めんどくさいって感じる方もいると思いますけども、めんどくさいんですよ、ね、だって自分以外の人が自分に働きかけてくることはめんどくさいでしょ。でそれをある一定の年齢を過ぎたらやらないってことなんですよ。中にはやる人いますよ。人のパソコンをいじってみたりとかね、なんか戸棚をこういじってみたりとかね、人の机のなんか引き出しを開けてみたりする人いるでしょ。で子供は善悪とか自分の損得でやるわけじゃなくて本能でやるわけなんですよ。でどっちかっていうと厄介なのは二十歳三十過ぎた人がね、
意図的に自分の好奇心でそれを悪いと分かっていながら人の机を覗いたりとかね、パソコンをこうなんかなんですかね、開けてみたりとかね、パスワードを突破してみたりとかじゃないかなと思うんですよ。まあそういう人はあんまりいないと思いますけどね。